皆さん、おはようございます。佐久大学で学ぼう。今日から3回にわたり、学校法人佐久学園の高橋武彦理事のお話をお聞きします。インタビュアーは森岡正弘理事長です。今日は高橋武彦理事さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。高橋さんはこの地元の出身でいらっしゃいますよね。そうなんですよ。もう80に近いですけど、このうち地元にいなかったのは6年間だけ。ですからもう地元で生まれて、地元で育って、地元で年老いてますね。小さな時というのはもう少し寒かったんじゃないですか、この地域は。そうですね。もっと冬、雪が結構一面張ってましたから、田んぼの上の雪を乗ると表面が硬くなってザクザクしないような雪までありましたああ、ね。そうですか。私はもうこの柵に来て26年になりますけど、当時夜中になると保護者の方々が田んぼに水をまいてスケートリンクを作ってましたね。やってました。最近ではついぞね、そういうのは見かけませんけど。うちの隣の田んぼがスケート場田んぼだったんですよ。あ、そうですか。だから自分の家から庭先から下駄スケートを履いてええ、スケート場行くようなもんでした。学生時代は東京に行っていらっしゃったんでしたか。そうなんです。そうですそれか。で学生4年プラス2年の6年間地元を離れて、もうそれ以外はずっと柵です。地元を離れて東京に行かれた印象というのはどうでした？まあ今もそうかもしれないけど、ある程度高校卒業したら都会行く、まあ学生で行くか就職で行くか離れてしまうというのが当たり前だった時代だから、東京でそんなに、ああ東京来たっていう考えはなかったですね。でも東京行くのにも結構時間がかかりましたしね。当時は大学はこの地元にはなかったですもんね。そうです。長野県新大だけですよね。信州大学だけでしたかね。まあそういう面では随分最近は変わってきたように思いますし、私も26年前に伺った時には小諸でね、小海線に乗り換えて臼田まで来ましたし。東京行くっていうと、うちの親父も仕事で東京行ってましたけど、中込発朝一番の6時前ぐらいの汽車に乗って、東京へ着くと朝の11時頃でしょそうですね。乗り継いでいくとやっぱり4時間半5時間ぐらいかかりましたね、特急でもそうね。ですね。特急がなくて準急とか準急でしたか。急行の時代ですね。高橋さんはそれから地元に帰られて、お父様のやってた会社に入られたんですか？そうです。後を継いだ形で、その間どうでした、お仕事っていうのは。仕事は結構大変だったですけども、経済全体が大きくなってましたから、44年頃に大学から戻ってきて会社に入ってるんですけど、それから列島改造、昭和50年代も結構右肩上がりの経済でしたから、全体的には楽でしたね。今のようなこう何でも細かいところから何からみんな気を配って、人間の方が気を配るのに疲れてしまうような時代だと思うんですよ。もうちょっとおおらかでしたね。頑張ったら生活が開けるという、そういう感覚はあった時代ですよね。努力すれば会社も良くなるし、自分の給料も上がるし、地位的にも上がっていくしという、そういうのがなんとなくみんながそう思って見えていて頑張っていけた時代ですね。そうですね。お父様たちが仕事を始められた時代というのは、第二次大戦が終わって日本の国をもう一度そうやでりす直ね。そうというふうな世代ですよね。そうですね。本当に戦後に、佐久では今の、まあ、地元の中小企業のほとんどが昭和20年代に会社を起こして、我々2世になりますけども、今2代目が終わって3代目に移るかぐらいですけど、大体昭和20年代にできた会社が多いですね。私は実際にいろんな方とお会いして驚くんですけど、佐久は農業も盛んですし、果物も作ってもあるでしょうし、でお米もちろん、それに加えて工場が多いですね。中小企業の数は多いかもしれないけど、経済力というか相対の大きさで言ったら、やっぱり人口の多い上田、長野、松本にはかなわないですね。まあ私はお一人お一人のいろんな話聞くと、佐久はすごく会社ごとに優秀な技術を持っていらっしゃるので、これがうまくチャンスを見たらね、素晴らしいのになと思いながらいつもお話を伺ってるんですが、しばらく前から商工会議所でね、ものづくり研究会とか、そういう地元の産業と、まあ私どもがこれまでやってきた福祉の仕事と結びつけてね、
何かこう新しいアイデアで興行を起こせないかというようなことも言われてますが。そうですね。私が親父の後を継いで自分で経営するようになって、新しいものづくりないかなというようなことを動き始めた世代だと思うんです。あ、そうですか。で、その次の今の3代目の人たちは活発ですね。考え方もいいですね。そうです我か。々の方が固まっちゃってる部分があって、若い世代では結構企業の名前を挙げればいくつかありますけれど、新しい方向へ動いてる企業っていうのはあります。私のところは自動車部品の製造で割と固まっちゃってるんですけど、新しい3代目が従来と違う方向へ転換してるという会社がいくつかありますね。次回も高橋武彦理事のお話をお聞きします。